皆さんこんにちは。このビデオではみんなの日本語第43課文法の1を勉強します。じゃあ始めましょう。第43課文法は3つのパートに分かれています。このビデオはパート1です。まず最初に語彙の復習を簡単にしましょう。増えます、増えます、増えます。減ります、減ります、減ります。輸出が増えます。輸出、エクスポート。輸出が減ります。輸出が増えます。輸出が減ります。上がります、上がります、上がります。下がります、下がります、下がります。値段が上がります。値段、プライス。値段が下がります。値段が上がります。値段が下がります。切れます、切れます、切れます。紐が切れます。紐が切れます。Also you can say ロープが切れます。取れます。取れます。ボタンが取れます。ボタンが取れます。ボタンが取れます。落ちます。落ちます。荷物が落ちます。リンゴが落ちました。リンゴが落ちました。なくなります。なくなります。なくなります。ガソリンがなくなります。財布がなくなりました。財布 was lost。ガソリンがなくなったのでガソリンを入れます。ガソリンがなくなったのでガソリンを入れます。今にも、今にも。It is used to describe a situation just before it changes。今にも雨が降りそうです。そうですはこのレッスンで勉強します。It looks like it's going to rain at any moment. まだ雨は降っていません。でも、今にも雨が降りそうです。今にも火が消えそうです。火。今にもろうそく、ろうそく、キャンドル、ろうそくの火が消えそうです。消えます。Fire, go out. 今にも火が消えそうです。第43課文型の1では、そうですを勉強します。そうですは、バーブの時はマスフォーム、マスを取ってそうです。雨が降ります。雨が降りそうです。いいアジェクティブの時は、いいを取ってそうです。おいしい、おいしそうです。なアジェクティブの時は、なを取ってそうです。元気な、元気そうです。このそうですは、ナウン。ナウンにはコネクトしません。そう、雨が降りそうです。おいしそうです。元気そうです。文型の1の1では、バーブ、マスフォーム、プラスそうですの1番を勉強します。絵を見てください。急に空が暗くなりました。急に、suddenly、空が、the sky、暗くなりました。became dark。まだ雨は降っていません。でも、空を見て、すぐ雨が降ると思います。雨が降ります。雨が降りそうです。今にも、at any moment、雨が降りそうです。見てください。今にも雨が降りそうです。絵を見てください。まだ、still、紐は切れていません。でも、すぐに、right away、紐が切れると思います。紐が切れます。紐が切れそうです。今にも紐が切れそうです。今にも
紐が切れそうです。シャツを見てください。シャツのボタンはどうですか？ボタンはまだ取れていません。でも、すぐにボタンが取れると思います。ボタンが取れます。今にもボタンが取れそうです。取れます。マスを取ってそうです。取れそうです。今にも雨が降りそうです。It looks like it's going to rain at any moment. Or it looks like it's about to rain at any moment. Please note verb must form. プラスそうですの一番は目の前。目の前 before one's eyes。目の前のシチュエーション、アピアレンスを見て、スピーカーが guess or expect or anticipate or predict します。That something is likely to or about to happen or take place or occur at any moment, 今にも。練習1、例。雨が降ります。雨が降りそうです。1番、ボタンが取れます。ボタンが取れそうです。2番、袋が破れます。袋、破れます。break or tear off。袋が破れそうです。3番、荷物が落ちます。荷物が落ちそうです。4番、火が消えます。火が消えそうです。5番、木が倒れます。木が倒れそうです。倒れます。fall down。木が倒れそうです。6番、木の枝が折れます。枝、branch of the tree。折れます、break。木の枝が折れそうです。台風で木の枝が折れそうです。練習に絵を見て言ってください。絵を見て言ってください。レイ。雨。今にも雨が降りそうです。今にも、at any moment, 雨が降りそうです。1番、紐。紐。今にも紐が切れそうです。2番、ボタン。ボタン。今にもボタンが取れそうです。3番、ガソリン、ガソリン。今にもガソリンがなくなりそうです。なくなります、run out。そう、今にもガソリンがなくなりそうです。4番、コップ、コップ。今にもコップが割れそうです。割れます、break。今にもコップが割れそうです。練習3、レイ、雨が降ります。傘を持って行きます。A さん、雨が降りそうですよ。B さん、じゃあ、傘を持って行きます。もう一度、雨が降りそうですよ。じゃあ、傘を持って行きます。Please follow the example. 1番、袋が破れます。新しいのを買います。A さん、袋が破れそうですよ。B さん、じゃあ、新しいのを買います。もう一度 A さん、袋が破れそうですよ。B さん、じゃあ、新しいのを買います。2番、棚から荷物が落ちます。棚、シェルフ。下に下ろしましょう。と A さん、棚から荷物が落ちそうですよ。B さん、じゃあ、下に下ろしましょう。下に、荷物を下に下ろしましょう。3番、風でガスの火が消えます。窓を閉めてください。風で、by wind。A さん、風でガスの火が消えそうですよ。B さん、じゃあ、窓を閉めてください。4番、もうすぐ、soon、雨が止みます。止みます、stop。
ちょっと待ちましょうか。Shall we wait a little bit? と A さん、もうすぐ雨が止みそうですよ。B さん、じゃあちょっと待ちましょうか。もう一度、もうすぐ雨が止みそうですよ。B さん、じゃあちょっと待ちましょうか。5番、雨が降ります。窓を閉めた方がいいですね。A さん、雨が降りそうですよ。B さん、じゃあ窓を閉めた方がいいですね。6番、牛乳がなくなります。なくなります。run out。買っておきます。A さん、牛乳がなくなりそうですよ。B さん、じゃあ買っておきます。もう一度 A さん、牛乳がなくなりそうですよ。B さん、じゃあ買っておきます。7番、信号が変わります。信号、traffic light。変わります。change。急いで。Hurry. 渡りましょう。Let's cross. 信号、A さん、信号が変わりそうですよ。B さん、じゃあ、急いで渡りましょう。渡ります。もう一度、信号が変わりそうですよ。B さん、じゃあ、急いで渡りましょう。8番、ガソリンがなくなります。あの、ガソリンスタンドで入れましょう。ガソリンスタンド、ガスステーション。と A さん、ガソリンがなくなりそうですよ。B さん、じゃあ、あのガソリンスタンドで入れましょう。A さんと B さんが話しています。A さん、上着のボタンが取れそうですよ。上着、ジャケット。上着のボタンが取れそうですよ。B さん、あ、本当ですね。Oh, so it does. Oh, you are right. どうもありがとうございます。Thank you very much for telling me. もう一度、A さん、上着のボタンが取れそうですよ。B さん、あ、本当ですね。どうもありがとうございます。もう一度、上着のボタンが取れそうですよ。B さん、あ、本当ですね。どうもありがとうございます。会話の練習1。A さん、B さん、B さんはサントスさんです。A さんはサントスさんのお友達です。A さん、サントスさん。B、はい。A、ジャケットのボタンが取れそうですよ。ジャケットのボタンが取れそうですよ。B さん、あ、本当だ。本当ですね。気がつきませんでした。I didn't realize it or I didn't notice. どうも、thanks。もう一度、A さん。サントスさん。はい。ジャケットのボタンが取れそうですよ。あ、本当だ。気がつきませんでした。どうも。1番、自転車から荷物が落ちます。A さん、サントスさん。はい。自転車から荷物が落ちそうですよ。あ、本当だ。気がつきませんでした。どうも。もう一度、サントスさん。はい。自転車から荷物が落ちそうですよ。あ、本当だ。気がつきませんでした。どうも。2番、袋が破れます。サントスさん、はい。袋が破れそうですよ。あ、本当だ。気がつきませんでした。どうも。もう一度、サントスさん、はい。袋が破れそうですよ。あ、本当だ。気がつきませんでした。どうも。文型 1-2文型 1-2 は、バーブ、マスフォーム、プラスそうですの2番を勉強します。今日は道が混んでいます。今日は道が混んでいます。いつもは家から会社まで20分くらいです。でも今日は道が混んでいます。ですから、
多分会社まで1時間ぐらいかかると思います。会社まで1時間ぐらいかかりそうです。会社まで1時間ぐらいかかりそうです。Please note, verb must form plus そうですの2番は situation or information から guess, anticipate, expect or predict します。That something is likely to happen or take place or occur from now or in future. 今年は暖かいです。暖かい warm ですから今年は去年より早く桜が咲くと思います。今年は去年より早く桜が咲きそうです。今年は去年より早く桜が咲きそうです。A さんと B さんが話しています。A さん、暖かくなりましたね。B さん、もうすぐ、soon、桜が咲きそうですね。桜は暖かくなると咲きます。もう一度 A さん、暖かくなりましたね。B さん、もうすぐ桜が咲きそうですね。練習4、レイ、今年は去年より早く桜が咲きます。今年は去年より早く桜が咲きそうです。Please follow the example. 1番、明日はとても暑くなります。明日はとても暑くなりそうです。明日はとても暑くなりそうです。2番、今週はいい天気が続きます。続きます。Continue. 今週はいい天気が続きそうです。3番、ガソリンの値段が上がります。値段、price。上がります。rise、hike。ガソリンの値段が上がりそうです。ガソリンの値段が上がりそうです。4番、これから from now on。結婚しない人が増えます。増えます、increase。これから結婚しない人が増えそうです。5番、今年は車の輸出が減ります。輸出、export。減ります、decrease。今年は車の輸出が減りそうです。6番、今日はとても寒いので、今晩雪が降ります。今日はとても寒いので、今晩雪が降りそうです。7番、暖かくなりましたから、もうすぐ桜が咲きます。暖かくなりましたから、もうすぐ桜が咲きそうです。8番、道が混んでいるので、1時間ぐらいかかります。道が混んでいるので、1時間ぐらいかかりそうです。練習5、レイ。夜は寒くなります。コートを着ていきます。夜は寒くなりそうですから、コートを着ていきましょう。もう一度、夜は寒くなりそうですから、コートを着ていきましょう。1番、道が混みます。早く出発します。出発、departure。道が混みそうですから、早く出発しましょう。道が混みそうですから、早く出発しましょう。台風が来ます。台風、台風。旅行はやめます。やめます。stop。In this case, cancel. 台風が来そうですから、旅行はやめましょう。来ます。must form。来と来そうです。台風が来そうですから、旅行はやめましょう。3番、ガソリンがなくなります。あの店で入れます。ガソリンがなくなりそうですから、あの店で入れましょう。
4番、会社に遅れます。遅れます。late。山田部長に電話します。会社に遅れそうですから。山田部長に電話しましょう。5番、遅くなります。遅くなります。be late。ホテルに連絡します。遅くなりそうですから、ホテルに連絡しましょう。第43課文法1はこれで終わりです。続きは第43課文法パート2を見てください。今日のレッスンはここまでです。お疲れ様でした。